ポジティブ最強ギャルのちゃんまでーす。今日はモアの通知表を公開していきたいと思います。それではどうぞ。まず一番成績がいい教科を紹介します。絶対にもう来ると思った英語でーす。外国語です。これは達成が2個あります。でほぼ達成が1個だからもう達成です。完璧で、これはなんで全部丸ついてるか、もう絶対来るなと思ったんですけど、サムのおかげですね、まずは。サムがモアのことをいつも教えてくれるから、頑張れます。イエーイ。これが一番いい教科。で、一番最下位は図工です。で、モア、知識が ないらしいです。自分流でいつも作っちゃったり、書いたりするから、知識がないらしいです。ごめんなさい。頑張ります。じゃあ1個目、一番上から紹介していきます。国語はこんな感じ、ほぼ達成が3つ。まあこれは普通です。まあって感じで、社会もほぼ達成。これは社会は担任の先生が教えてくれてるやつです。だからね、算数はもうめっちゃ苦手で、計算がね、だからもう少しが1つあります。ここにでもほぼ達成が2個あるから平気で、理科もほぼ達成が3つ。音楽も知識が足りません音楽も自分流でやっちゃうらしくてダメでした。ごめんなさい、迷惑かけた。いつも家庭科はほぼ達成が2個のもう少しが1個。これは知識ありますね、家庭科は。まあママといつもオムライス作ってる回がありましたね、これはね。そうだねよかった。で、体育もほぼ達成が3つ。ここ体育結構好きなんだよね。一番好きな体育はバレーボール。バレーボールなぜか楽しかった。1学期の一番最後にやったんですけど、超楽しかったです。バレーボールが終わりです。まあでもほぼ達成だね。うん、ほぼ全部いい感じだよね。いい感じだと思う。もう少しが5個あるから、うん、もうこれを頑張ってなくします。頑張ります。次は学校からの一言かな。こんな感じです。長文だった、めっちゃ。じゃあ読みます。自分の考えをしっかりと持ちつつも誰とでも仲良くできるモアさんは、友達と協力して活動を進める様子をよく目にします。活動面では宿題係として提出されたたくさんの宿題を友達と力を合わせてスキャンし、提出の確認をすることができました。また縦割り活動では1年生の教室に出向き、自分たちの活動をする教室までしっかりと連れて行くことができました。学習面では理科の実験に興味深く取り組み、実験から分かったことをまとめて知識と定着に生かすことができましたです。良くない？もうめっちゃいいと思う。こんな感じ。もう宿題係なんですけど、宿題ってさ、丸とかじゃん普通、うん、何々さん出しましたとかじゃん。だけど思うのはなんかバーコードの、へー、だからめっちゃ楽しいから宿題係にしました。1学期はめっちゃ楽しいんだよ。なんかスーパーとかでもセルフスキャンするのが好きだから、これでスキャンだったから嬉しかったです。で、あとはモアの今度は出席の様子です。モアの出欠の様子はこんな感じです。まず4月から、4月は16日行くはずが13日で、この3日間は撮影の時に休みました。で、5月は21日行くはずが18日です。で、これも、授業じゃない。撮影の日です。で、6月は20日行くはずが15日でした。で、6月は撮影が多かったんです。で、5日間休みました。で、14日行くはずが12日です。7月は。だから、7月は撮影が少なかったのかな。2日だから。ほんと病気しないよね。うん、休まないよね。病気ゼロ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 じゃん。行動の予測かな。次、じゃあ読みます。進んで新しい考えや
方法を見つけ出し、生活をより良くしようとする。だって。いいじゃん。生活をより良くしようとしてます。モアは。だって。で、あと、もう一つ。差別や偏見を持つことなく、正義を大切にし、公平、公正に行動する。です。これ、確かにね、これ一番大事。え、それが一番大事だと思う、本当に。うん、これです。なんか勉強よりさ、そっちの方が大切じゃない？うん、大切。勉強も大切だけどね。絶対いじめはダメだからね。こんな感じです。あと偏見はいけないよね。そう。ギャルだからとかね。うん。まあそうだしさ、結構さ、いじめとかもさ、結構今あるじゃない。うん。最近多いよね。うん。じゃあ。好きくないよね。うん、好きじゃない。モアの行動の様子はこんな感じでした。2個丸ついてた。イエーイ。あ、じゃあ待って。モアの特別活動の記録を発表します。1学期宿題係で、で、委員会は何だと思うみんな。前期、実は、モア環境美化委員でした。環境美化は、環境をきれいにするんだよ。で、みんなの教室から出たゴミを集めて、ゴミ袋で縛るやつをやってました。これは親友ちゃんと一緒にやってました。そうなんだ。うん、めっちゃ楽しかった。綺麗で。こんな感じです。じゃあ通知表を見て、今後の目標は何ですか？うん、今後の目標は、毎日学校行って頑張ってたんですけど、もう少しが5個もあったので、これからもっと勉強して、もう少しをなくせるように頑張りまーす。イエーイ。で、モアの通知表はこんな感じでした。ぷくぷくやのなぎでーす。今日はなぎの通知表を公開していきたいと思います。それではどうぞ。なぎの通知表はこんな感じです。早速中身を紹介します。と、国語と、あと算数と理科と音楽と体育は全部丸でした。大体。でも社会がなんか三角で、1個三角やな。社会あんま分からんから、三角。あ、2個か。分かんない。2個。一番好きな教科は図工。あ、それ図工か。やから20丸ついてる。おー、すげえ。工作するのが好きやから、多分好きやんな。ついてます。で、苦手な教科は？苦手な教科は社会と理科です。あー、難しいよな、やっぱ理科は。うん、虫とかが嫌い。あー、そういう感じ。そうやけど、社会はあんま分からない。で、社会は三角二つでした。でした。でもいいやん、図工二重丸。うん、でも大体丸やから。うんうんうん。と、行動の記録は思いやりと努力に丸がついてました。1学期は宿題チェック係でした。宿題チェックはなんかみんなの宿題をなんかチェックしてスタンプをしたりなんかチェックする係です。おお、すごいやん。で、図工グラブでしたね、今日。図工グラブはと、なんかほんまやりたくなかったんです。やりたくなかった？そう、家庭科がやりたかったんですけど、図工クラブになったんですよ。で、なんでだ？なんかじゃんけん負けて。あー、今も同じやったわ、じゃんけん。そう、それで図工クラブになりました。そういうことか。まあ、図工好きやからいいけど。え、図工クラブって何しとん？図工クラブは、なんか本の、なんか作品、うん、を真似して作る。ああ、書いたりとか。そう、そういうことか。そうそう、ってやっていくやつです。で、この行ってない回数は、うん、撮影とかで、あれ、東京行ってて行けない時があるんですけど、東京以外の時は毎日学校行ってます。これから頑張りたいことは？これから頑張りたいことはなんか三角やったところとかをもっとなんか頑張りたい。社会か、三角。なんかめっちゃさ、難しくてできんかったらさ、それをもっと頑張りたいよ。うんうん、確かに。だからこれ、社会です。
望を頑張ってください。頑張ります。通知表の公開終わりました。と、ナイが思った感想は、なんか三角がないようにしたいのと、あともっと二重丸を増やしていきたいです。みんなも頑張ろうね。大人っぽいギャルのリオです。今日はリオの通知表を公開していきたいと思います。それではどうぞ。ということで、今からリオの通知表を公開していきたいと思います。マジで友達とかにも見せたくないし、めっちゃ緊張するんですけど、公開します。やばー、恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。はい、ということで、リオの通知表はこんな感じです。体育の授業のところが斜線になっちゃってるんですけど、1学期の体育の授業の評価の基本が水泳プールの授業になってて、リオがプールに入ったら髪染めてるんで、髪が傷んだりとかカラーが取れちゃったりとかするんで、プールの授業は見学させていただいてて、なのでここは斜線になっちゃってます。こっちも斜線になっちゃってて、クスノキっていう授業があるんですけど、撮影とかがあって休んでる日にたまたまクスノキとかがあったりして、なので斜線になっちゃってます。そして下の狙いってところはちょっと丸ついてるとこいます。係や当番委員会などの仕事に責任を持って取り組むのところに丸が1個ついてます。めっちゃリオ性格よくね。自分で言うことないけど。めっちゃよくね。いやでもマジで当番とかも休んでる人がいたら、はいはいはいとか言って積極的にやってたから、やっぱそこで丸つくのは当然だなって感じかな。自己評価高すぎ。で、もう1個は、で、なんて思うんだろうこれ。自然を愛護し、自他の生命を大切にするってところに丸ついてます。一番やばいところの授業日数とかいきます。4月の間に授業日数が16日あって、出席が13日してって、欠席日数が3日です。やっぱ撮影とかがあったりして休んだりしてます。5月は授業日数が21日あって、出席が19日してて2日休んでます。減ってる、さっきより。あ、でも結構行ってるね。うん、なるべく撮影とかがある日以外は絶対学校行くようにしてます。6月の授業日数が20日あって、出席日数16日で、欠席日数4日です。なんかちょっと増えてる、増えちゃってます。で、7月もあると思ったんですけど、なんかなくって、2学期に追加されちゃうのかな、わかんないんですけど、7月は授業日数とかなかったです。これめっちゃ謎マジで。で、リオちなみに係活動が誕生日係っていうのをやってて、誕生日係っていうのはバースで誕生日の方にお手紙を書いて渡したりする係です。絵下手なのに絵描いてました。でも絵描くことは好きなんです。絵心ないだけだよね。そうそうそう。で、クラブ活動は図書委員会で、図書委員会だったら1年生の子に読み聞かせとかしてました。なんでなんだろうね、滑舌悪いのにさ、なんで行けたんだろうね、ちょっとわかんないわ。そんな感じで、委員会活動は脳トレクラブです。ちょっとこれあんま説明できないから難しい。ということで、リオの通知表はこんな感じでした。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。